おはようございます。ラミンです。今日は休みなんでね、続けバイクワールドの方に行きたいと思います。備品とかをね、ちょっと軽く見て、必要なものは買って、いらないものは買わずに行きたいと思います。じゃあ行きたいと思います。ここら辺はですね、映像出てないと思うんですけど、めちゃめちゃ近所なんで、それだけですね、喋りたいことが結構山ほどにあるので、嘘です、盛りました。そこそこにあるので、それだけ映像なしで喋っていきたいと思います。今から何を買いに行くかっていうと、今から何を買いに行くかっていうと、ネジじゃねえや、鍵穴の潤滑剤っていうのかな、あれをですね、買いに行かないとダメなんですよ。自分ですね、バイクを保管してるのが、バイクの車庫とかなくて、屋根とかない雨ざらしなんですよね。おい、カバーくらいしろよって思うかもしれないですけど、自分カバー持ってないんで。で、今から必要なので買いに行きたいっていう感じですね。カバーもですね、安かったら買いたいなっていう感じです。あと必要っていうか、見たいものがですね、新しくグローブが欲しいなって思ってます。そこそこ使い込んできてしまったので、買い替えたいっていう。で、ちょっとですね、目星をつけてるのがメカニクスのグローブですね。メカニクスのグローブがちょっと欲しいなって思ってるくらい。 MX のグローブですね。あれはなんだっけな。そう、今自分スリッポンのマフラーつけてるんですけど、それの液体ガスケットですね。ちょっと排気漏れしてんじゃないか疑惑があるんで、それを防ぐためのガスケットが欲しいと。それもちょっと、安いんで、それは安いんでね、あったら買おうかなって思ってます。720、あれ720かな、180や。到着しました。今日バイク少ないなとですね、一応お買い物してきました。一応ですね、やべえ、ダブル R がいいんだよな。はい、はい、イベントをちょっとしてまして、はい、お届けさんの方、これご存知ですか？いや、わからないです。本当ですか？ありがとうございます。お水を使わず、はい、バイクの掃除ができるっていうメニューなんですね。今最大メラの掃除をさせていただいているような感じなんですけど、あ、よかったらぜひ体験で見てもらって大丈夫ですか？ちょっと待ってください。時間がないんでいいですか？ごめんなさい。よかったらぜひお願いします。すいません。ありがとうございます。ちなみに時間はあります。鍵穴の潤滑剤がなかったゲーミングなので、カバーだけ買ってきました。はい、5000円しました。めちゃめちゃ泣きながら買いますよ。お買い物が終わったんで、帰ろうかな。でも鍵穴潤滑剤がどうしても欲しいんですよね。二輪館に行こうかな。さあ、二輪館に行こう。しかしですね、バイクカバーに5000円は高い。100円くらいで買いたい。限界。よいしょ。どこに止めたらいいんかな。お買い物してきました。速攻で鍵穴の潤滑剤が見つかったんで、めちゃめちゃ早く終わります。でですね、今回からというか、これからですね、エンディングの動画を作りましたんで、そちらを軽く流したいと思います。ではこちらになります。どうですかね、見づらいなって思いませんでした？ちなみに見づらいなって思ったら、ずいぶん自分ツイッターにもあげたんですけど、口内炎が3つできますので気をつけてください。ちなみに舌の上に3つ作らせる口内炎を3つできさせる呪いをかけてるんで、見づらいなって思わないように注意してください。皆さん気をつけてくださいね。見づらいなって思ったらめっちゃ言われてる。
なになになに、そんな、そんな見んといて、怖い、やめてー、怖い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 、めっちゃ見られてる、あかん、めっちゃ見られてる、怖い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 、ツイッター見よう、やばいやばい、怖い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 、前見て、前前見て、前見て、ほんまに汗が出てきた、怖い、めっちゃ怖い怖い